旧約時代の信仰者の中で最も偉大な人物はバプテスマのヨハネであるということです。私たちはこんなに短い活動期間で首をはねられてしまったら、それは果たして本当に神の御心にかなったことなのだろうかというふうにいぶかってしまうのだけれども、時間の長さではないんですね。皆さんこんにちは、松本明弘です。前回はマルコの福音書第6章を通してバプテスマのヨハネの首がはねられた場面、そしてその次に書かれている5000人の給食の場面、この箇所を通してサロメの母親のヘロディアと、あの5つのパンと2匹の魚を差し出した少年の母親にフォーカスを当ててみました。今日はあの時殺されたバプテスマのヨハネについてご一緒に考えたいと思います。彼はメシア、キリストの先駆者として神から使命を与えられたもの、やがて来られる救い主の通られる道をまっすぐにするという役目が与えられていました。彼は悔い改めのバプテスマを解きまして、ヨルダン川に集まってくるたくさんの人々にバプテスマを施した。そしてこの運動を通して人々の心の中にメシア待望の機運を高めたわけですね。そこにイエス・キリストが来られて、このバプテスマのヨハネからバプテスマを受け、そこからキリストの公生涯が始まるわけですね。その後間もなくしてバプテスマのヨハネが捕らえられるわけです。自分の先駆者であるヨハネが捕らえられた時にイエス・キリストは時が来たということを悟られた。時とはどういう時でしょうか。マタイの福音書4章12、13節をお読みいたします。イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。つまりキリストはご自身の公生涯の拠点として、あのガリラヤ湖北端にあるカペナウムを選ばれてそこに住み始めたということですね。このバプテスマのヨハネが捕らえられた場所はマケラスの砦だったということについては前回お話ししました。では彼の活動期間ってどれぐらいだったのでしょうか。おそらくそれは1年ちょっと、本当に短い期間だったんですね。そこでヘロデ・アンティパスの悪いことを責めたことによって彼は捕らえられたわけです。ではどれぐらいの期間このマケラスの砦に捕らえられていたのか。2年ほどですね。途中出られたんでしょうか。出られませんでした。そのまま彼は首をはねられた。さあ、あのマケラスの砦の中に囚われの身となっていたヨハネ、待てど暮らせど自分は釈放されない、その時にさすがの彼も疑いの心を持ったみたい、信仰が揺らいだみたいですね。それで自分の弟子たちをイエス様のところに使わしたんです。その場面がマタイの11章2節3節に書かれています。さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。バプテスマのヨハネはイエスこそが待ち望んでいたメシアであると信じて彼にバプテスマを授けた。そこに聖霊が鳩のように下り、父なる神の御声が聞こえた。間違いなくこの方がメシアだと。そしてメシアが来られたらそこにメシア的王国が樹立されるはずだと彼は信じていた。メシアが支配する王国では悪が正しく裁かれ正義が行われるはずだと思っていた。だから異性者に対しても恐れずにあなたのやってることは間違ってますということができたのでしょう。
しかし囚われた自分は待てど暮らせど釈放されない。本当にこの方はメシアなのだろうかっていう思いを持って弟子たちをイエスのところに送ったわけですね。さあイエス・キリストはどのように答えたでしょうか。マタイ11章4節、イエスは彼らに答えられた。あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。イエス・キリストはヨハネのことを叱責していません。お前メシアの先駆者なのにそんな疑いの心を持ってどうするんだなんていうことを言わないで、このヨハネから使わされた弟子たちにあなた方が見たり聞いたりしていることをそのまんまヨハネに伝えなさいと言った。その見たり聞いたりしていることとは何でしょうか。5節、目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。つまりここでイエス・キリストが語ってらっしゃる内容ってのは全て旧約聖書のメシア予言なんです。やがてメシアが来られたらこういうことが起きますよっていうことが今行われているでしょう。そのことをそのまま伝えなさい。それがわかるならば私がメシアであるということはわかるはずですということをおっしゃったわけですね。さらにイエス・キリストはそこにいた群衆に向かってこのように語られました。11章11節、誠にあなた方に言います、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより偉大な者は現れませんでした。しかし天の御国で一番小さい者でさえ彼より偉大ですとイエス様は語られた。つまりここでイエス・キリストが語ったことは、旧約時代の信仰者の中で最も偉大な人物はバプテスマのヨハネであるということです。彼の活動期間は短かった。1年ちょっとしかなかった。しかしその短い期間に彼は立派に神から与えられた使命を果たしたんだ。そして果たし終えて彼は天に召されていくんだということを語られたわけです。私たちはこんなに短い活動期間で首をはねられてしまったら、それは果たして本当に神の御心にかなったことなのだろうかというふうにいぶかってしまうのだけれども、時間の長さではないんですね。それぞれの者たちに与えられた使命を果たし終えたかどうかということであります。面白いのは、しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大というのは、旧約時代の生徒の中でバプテスマのヨハネは最も偉大だった。しかしその後恵みの時代、教会時代という時代が訪れて、今私たちはそこに生きている。この時代に生きている私たちはなんと幸いでしょうか。私たちはキリストが私たちの罪のために死なれ、墓に葬られ、3日目に復活したということを知って信じて救われ、キリストの花嫁と召された者たちだからなのですね。さあこのバプテスマのヨハネは、あのヘロデ・アンテパスの妻ヘロディアの策略によりあっけなく首をはねられて、その生涯を閉じます。その場面だけを見るときに、あたかも神のしもべがこの世の権力に負けてしまったのっていうふうに思えるような場面、あたかも神の光がこの世の暗闇に包まれてしまったように見える場面ではないでしょうか。今日私たちもそのように感じることがあります。神様、あなたはどこにおられるのですか。どうか正しい裁きを行ってください。なぜ暗闇の者たちの方が一枚上手なのでしょうか。彼らの方がずる賢いのですかと私たちは言いたくなるような場面があるかもしれない。しかし今日のイエス様の言葉を見るならば、私たちはそこで彼の首がはねられたというその場面だけで全てを判断することはできないということがわかります。神の目から見ると、つまり永遠の視点から見るとどうなのでしょうか。
今バプテスマのヨハネはどこにいるのでしょうか。間違いなく神様からよくやった、良い忠実なしもべだとお褒めの言葉をいただいてパラダイスに行こうている、その姿を私たちは確信することができる。じゃあ彼の首をはねたヘロディア、ヘロデアンテパス、そしてそのために用いられたあのサロメは今どこにいるのでしょうか。そしてやがて黙示録20章に書かれている白い御座の裁きにおいてどのような判決が彼らの上に下るのでしょうか。そこまで見ないと本当のことはわからないのであります。私たちはこの世を見るとあまりに暗くてあまりに暗黒で、そこに光が見えないように感じるかもしれない。しかしヨハネの福音書1章5節に書かれてますね、光は闇の中に輝いている、闇は光に打ち勝たなかったと書かれているではありませんか。この歴史の中で神の側につく者が闇のしもべたちに負けるかのように見えることが多々ある。しかしご一緒に考えていただきたいことは、最後に笑う者は誰かということですね。私たちは今笑って後で泣き叫ぶものではなく、今たとえ泣くことがあったとしても最後に笑うものでありたい。神様は私たちにそういうものであってほしいと願っておられるのではないでしょうか。そのことをバプテスマのヨハネを通して私は今回教えられました。それではこの続きは次回またお話ししたいと思います。ありがとうございました。